そうですね、今年出来はどうですかね。品評会の状態ね。そう、ちゃんとここに合わせて状態できましたよ。もう状態上がってきてます、はいはい、なるほど。ただ年数経つとどうしても鳥が年取ってくるから、その分ちょっとね、はいはい、なるほど、それなりにはなったんじゃないかなと思ってんだけど。そうですね、出来栄えの方は今回いかがですか。出来栄えは去年より少し寒かったので、餌は食いが良かったと思うんですが、ちょっと太りすぎて調整が途中でちょっと大変でした。でもまあ、全国今日までにはちょっとしっかり絞って仕上げてこられた、はい、ということだと。新幹線で来ました。手応えの方はいかがですかね、今年、はい、今年の手応え。去年よりはまあいいかなと思って。あ、ということは総合の方も。いやいや、総合はうちの兄の方が多分。ああ、そうですか。うちの兄も連盟で頭取ったんで、はい、なるほど。その鳥も中距離で、中距離クラスで参加しました。わかりました。じゃあそっちの方が同じ兄弟なんだけども、はい、兄の方の鳥の方が期待できると思います。わかりました、ありがとうございます。出来栄えの方はいかがですか。あまり良くないね。スーパーチャンピオンのメスは、一石だったんですけど、それは自信がありますけど、まあちょっとわかんないですね。まあ地区品評会よりか状態上げてこられたと思うんですけどね。よくはなってますね。どうですかね、なんか今回苦労した点とかございますか。まあちょっとよくわかんないですけど、ね、まあ、ちゃんと餌のやり方ぐらいは気にしながら、でまあ絞りながらで、うん、そうですね、まあ、絞りながらっていうか、まあ、ゆっくり休ませて、じゃあまあ餌で調整してという形になりますかね。しかって餌の量ですね。あ、車外はもう出さずに、してないです。せずに、まあ、今回自信のほどはじゃあいかがですか。まあ多少ありますけどね。多少ありますけどね。わかりました。じゃあありがとうございました。しなかったんですけど、まあ、ちょっと歯虫がつかないように、プレートをちょっと用意して、あとはその間に水浴びを2回ぐらいやったかな、まあ、それもちょっとね、バスソルトみたいな入浴剤をちょっと入れて、その程度ですね。あとは車外はしないで、もう田中で厩舎に入れっぱなしだったんで。あ、じゃあもう餌で調整してというような感じ。まあそうですね、ちょっと多めに餌あげたかな。で仕上がり具合としてはどうでしょう。どうなんだろうね、まあ、まだと思うけどね。畜品業界と状態的にはあまり変わらないと思うんだけど。方はいかがでしたか。総合の1席と、はい、3席でした。あ、1、3で、はい。で今年じゃあそれクラスは何クラス。クラスは中距離のオスとメスと、ね、チャンピオンのメスの3クラスエントリー。こういうことをしたなみたいなことがあれば、うん、ちょっとアクシデントですかね、ちょっとなんかありまして、うん、ちょっとなんかこうドキマキして右往左往した部分があったんですけども、まあ、最終的にはなんとか女性の方は、例年通りかなと思うんですけども、仕上げてこられたと思うんですけど、今年はちょっと厳しいかもしれませんね。いや、かもじゃなく厳しいと思います。例年そうなんですよ、一応言ったんですか、はい、うん、まあ、100% 揃ってるとなかなかね、理想はそうなんだけど現状難しいんで、うん、それなんとかこう調整の方でね補う形では毎年出してるんですけども。
回はですね、私北海道と中部ブロックと千葉行ってきたんですけど、はい、どこも去年から見たら、はい、参加数がもう去年の半分、それで鳥も市場に荒れた鳥で、はい、これっていう鳥がいなかった。あ、まあ、中でもまあまあかなと思ったのが千葉だった、うん、今回全国展で最後の品評会なんだけど、はい、市場にその鳥が、はい、本来なら10枚揃ってなきゃいけない羽が、主翼が10枚揃ってなかったり、それから1羽の鳥だけど10枚目の先端をカットしてる鳥がいた、うんうん、これは昔そういうのはあったけど、もう最近ではまずなかったのが今回あった。やっぱり羽揃えるためにカットしたのかなと思うけど、うん、それとあと副翼、はい、尾羽が12枚なのに足らない、うん、ひどいのは尾羽7枚しかないのいまして、だからね、結局全国展というのは各地方の予選を通ってきてる鳥なんだけど、やっぱりそういう鳥が出てくるっていうこと自体、最近レベル随分落ちてんなというふうに、これはまあ審査員誰が見てもこれはいいという印象で、まあ総合一席になったと思うんだけど、これもまあ最近異常気象で何レースだったり、まあレースが天候でできなかったり、いろいろまあ各連盟も苦労してるような状態の中の、やっぱり鳥だからこういう鳥が多いのかなとも思う。まあ、レース事情としてやむを得ない部分があると、うん、だからただこれから毎年毎年異常気象はどんどん進んでいくと思うんで、うん、どんどんまあひどくなっていくと思うんだよね。それに対してやっぱり各自、まあ、鳥の対してのケアなんかの、はい、あれっていうのは慎重に考えていかないと、うん、以前みたいなこれは素晴らしいっていう鳥がどんどん減っていっちゃうんじゃないかなというふうに感じてます、はい、まず一番問題なのは主翼。これ主翼が 100% 揃ってなければ本来審査対象に入らない。それからあとは竜骨、竜骨が当たってる鳥はもう傷がついてる、まあ、デコボコになったり、そういう鳥も減点対象になるんで、そういう鳥ももう今回1羽いましたけど、そういう鳥もやっぱり自分で鳩を持てば分かるんだから、あれ見てもらうと。で特にみんな見落としてるのが副翼と尾翼。今回副翼が12枚ない鳥結構いましたよ。それから尾羽が12枚ない鳥も結構いた。ですからやっぱり出す人もせっかく出すんだから、やっぱりある程度そういう手を注意して出してもらえればもっといい鳥が出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。わかりました。はい、全国レースバト品評会にご参加いただきありがとうございます。本日司会を務めます高橋です。よろしくお願いします。
3回品評会も令和元年の記念すべき年に迎えることができました。今回は、千葉の、ブロックにお世話をいただきまして、千葉ブロックの田久保会長をはじめ、会員の皆様方に説明とお願いいたしました。大変滞りなく済ませていただきまして、心より感謝を申し上げます。本日は早朝より多数品評会に参加をしていただきまして誠にありがとうございます。また優入賞された皆さんにおかれましては心よりお祝いを申し上げます。さぞ、いいクリスマス、また新しい新年を迎えることが、できると思っております。また早朝より千葉ブロックを取りたかったんですけど、なんとか、じゃあちょっと悔しい、ちょっと悔しいですね。わかりました。じゃあ来年またリベンジ、そうですね、リベンジでまた違ういい鳩作って出したいと思います。わかりました、頑張ってください。ありがとうございます。びっくりしております。こういうのは初めてなんで、緊張してます。どうかありがとうございました。大変嬉しいです。あとはもう何も分かんないですね。緊張してるんで。わかりました。ありがとうございます。